空を引き裂くような稲妻の光と、それに付随する雷鳴は、雷恐怖症の人にとっては恐怖の対象となりうる。雷恐怖症は、稲妻及び雷鳴を対象とした異常恐怖症であり、単一恐怖の一種。人間のみならず、人間以外の動物でも生じるが、治療により取り除くことのできる症状である。英語のアストラフォービアは、 ギリシア語のシグマタウローアルファパイとファイベータに由来する。雷恐怖症を患う人は、雷が自分たちの安全を脅かす危険性はほとんどないと理解していてもしばしば不安に襲われる。その症状のいくつかは、身震いや叫び声、発汗、パニック発作、突然の尿意、吐き気、恐怖感、心拍の上昇など他の多くの恐怖症と、 共通するものである。しかしながら雷恐怖症に特有の反応も存在する。例えば安心させてくれる他者を必要としたり反対に一人の時には症状が悪化したりするといったことである。また雷恐怖症の人の多くは雷雲から逃れるために一時的な避難場所を探す習性を持つ。彼らは大抵稲光や雷鳴を認識しないようにするため ベッドや掛け布団の下、クローゼットや、地下室の中のように自分たちがより安全だと感じる、場所に隠れたり、自分の耳をせいだり、窓をカーテンで閉め切ったりする。なお、雷恐怖症であるかどうかの判断においては、天気予報に対してとても強い関心を抱いている、ことが一つの指標となる。雷恐怖症の人は接近する雷雲に対して、敏感で、雨が降り続く。 期間中はテレビなどでしきりに天気予報を確認し、さらにはインターネット上で雷雲の軌道を覆うこともある。その結果、まず必ず天気を調べてから初めて外出するほどに症状が重くなる人もいる。極端な場合には自宅から離れることを伊図ん広場恐怖症を患うことにつながる可能性もある。また、2007年に行われたある研究によると、 雷恐怖症は、アメリカ合衆国内で、動物恐怖症、高所恐怖症に続き、3番目によく見られる恐怖症とされている。雷恐怖症の症状は子供に多く見られるが、10代の少年や大人でも恐怖症を持つことがある。また、多数の子供には戦術のような症状が散見されるが、当然のことながら、子供は成熟するにつれ多くの恐怖を克服するため、 すぐさま恐怖症と認定されるべきではない。もし彼らの症状が6ヶ月以上続いたならば、雷や稲妻に対する恐怖心は恐怖症によるものと考えられ、この場合は大人になって深刻な問題へと発展する可能性があるため対処されるべきである。また、子供たちの恐怖心を軽減するため、雷運が接近している間にゲームや運動をさせて恐怖を紛らわせることができる。 さらには、大人が雷を面白いものとみなして、雷が恐れるものではないことを、子供の模範となるように示す方法もある。最も広く、一般に知られており、可能な範囲の中での最も効果的な治療法として、雷雲に身をさらし、最終的には体勢をつける方法がある。認知行動療法も、また雷恐怖症の治療によく用いられている。なお、恐怖症患者は、 雷雲が過ぎ去るまでの間に取り乱さないために何らかの言葉を繰り返し口に出すよう指導されることが多い。犬が雷雲に襲われている間、激しい不安を見せることがしばしばあり、15から30%の犬が雷恐怖症を持っていると推定されている。また、恐怖症を持つ犬の体内では、 雷雲が接近している間や過ぎ去った後にも、ストレスに関与するホルモンの一種であるコルチゾールが、高水準で分泌されることが研究により、確認されている。その治療法としては、恐怖を感じないようにするために訓練を行って、雷への敏感性を抑えたり、不安を取り除く薬を投与したり、その犬を育てた母親から分泌されたホルモンに、類似死体の鎮静ホルモンを与えるなどが挙げられる。 また、研究によると猫も雷に対する恐怖感を抱く可能性があるとされている。恐怖症を持つのは非常に稀である一方で、雷雲が接近している際には猫は普通ベッドの下や戸棚の中に隠れることで危険から逃れる。ありがとうございます。